スペース、マイスペース、聞こえますかね。スピーカーにね、ヘルメットのスピーカーの近くにね、このバファローのマイク、近くに来たけど、音とか取れるのかな。ちょっと今 YouTube の音楽流してみましょうかね。ただオイルを買いに柏のライコランド行ってみたいと思いますけど、っていうかね、あのね R356 さんのねミーティング見に行った時のね動画再生回数がね1300回ぐらい行ったのかな、今すごい再生回数で、多分あれですよね、タイトルに R356 さん の, あの名前が入っているから皆さんそれで検索して見に来てくれてるんだと思うんですけどもね、やっぱすごいですね、あの有名な方のねあの名前がね、まあ、入るとみんなそれで検索してね、お前俺の動画引っかかっちゃうっていうかね、ほんと全くね、ほんとすごい力で、うん、なんて言ったらいいのかね、まあすごかったっていうかね、すごいすごい再生回数なんですよね、ほんとほんとすいません、なんかほんとすいませんって謝るしかないっていうかね、うん、そんな感じで、でね、で1個前のお花見の時にねバイク探してて、うん、55の CBX 組んで直して乗るかね、バイク屋さんでね出て GT ね買うか、まあ悩んだ結果ね、まだね販売店さんにはねまだ、うん、買うって返事してません。昔からね、俺結構衝動買いをする癖があってね、うん、まあ、それで良かったことも悪かったことも含めてね、いろいろあるんで、今回ね、もうちょっと冷静にね、うん、考えてみて、まあ、とりあえずね、100万ぐらいのローンは通るって、ね、分かったんで、いろいろゆっくりね、いろんな方法を考えながら、うん、例えばアビコにね、アビコ二輪さんって先輩がやってるバイク屋さんがあるんですけどね、そこでオークションでね、ご迷惑おかけしますが探してもらったり、うん、それがまあ一番いいのかなって思いますけどね、うん、いろいろね考えて買わないと、まあね、まあ、ずっと乗り続けられるのかとか、ね、壊れたらどう対応するのかとかね、あと言いましたけどバイクガレージも、ね、自分で DIY で作んないといけないんでね、うん、そういうこといろいろ考えるとね、本当ねパッとは買えないんですね。若い頃は何も考えずに買ったけど、うん、まあ、任意保険料とか盗難保険とかね、盗難対策とかね、まあ、全ていろいろ考えてね、うん、でもね買うことは買います、バイク、はい、これは買いますよ、うん、もうね今ね最終的に絞れてるのがね Z500GP で、まあ CBX、うん、俺やっぱ川崎乗りたいんだよね、うん、3台中型 XJ とZ400GP と CBX 乗ったけどね、一番印象に強いのがやっぱね Z400GP なんですよ。でね、変なね別れ方したからもう一回綺麗に乗りたいっていうのがねあってね、うん、でまああとツーストもね、ツーサイクルも乗ってみたいんですよ、うん、あの煙
ね、ツーストが吐く煙がたまんなくて、ね、うん、RZ とかケッチとかね、うん、そこら辺もね乗りたいんだけど、まあいろいろ悩んでみたいと思います。あと1ヶ月以内には乗り出したいですね。まあ、あの先行で自分家のね、車止めてる駐車場のところに花壇があるんですけど、そこと玄関の階段一部ぶっ壊してね、自分で張ってぶっ壊して 2x4 でねこう立てて、まあ、いろいろコンクリートに安価打ったりしてね、うん、バイク置き場はもう先行して作ります。それも動画撮ってみようかなと思いますけど、ああやることいっぱいあるな、乗るって決めたらさ、うん、俺せっかちだからさ、本当乗るって決めたらもうすぐ乗れないと嫌なタイプなんだけど、今回はね本当結構我慢しながら考えてます。てかもね、もうあの Z100GP 欲しくてたまんないんだけどね。でね、もう一台ね、そこのバイク屋さんにね、FX の J だっけの FX 仕様のね、またかっこいいいじり方してるやつがあったんですよ、うん、Z400GP よりちょっと10万高いんですけど、真っ白のね、やっちゃった。それも欲しくなってきちゃってさ、見たらさ、どうしたらいいんでしょうね、ほんとこの気持ちは。でね、俺がねバイク買おうってね言ったらね、僕の後輩のあのサイディング屋さんのね、吉田君も、兄さん買うなら俺も買いますよなんて言って、うん。彼もね、今 GS とかね、うん、2気筒乗りたいんだって、2発。で、今ね、2人でね、結構電話とか LINE でやり取りしながらね、ああしたいい、ああした方がいい、こうした方がいいなんてね、うん、日々語り合ってたし。まあ、ライコランドただオイル買いに行くなんでね、買いに行くだけなんで、まあ近いんでね、ちょろっとパパッと行ってオイル買って帰ってきたいと思います。そういえばね、このヘルメットの中に仕込んでるマイクをインターコムの会話とか音楽を一緒に撮りたいなと思ってね、今ね右のところにね、バッファローのこのマイクをちょっと入れてみたんですよね。それで今動画撮ってるんですけど、声の入りとかはどうでしょうかね。これで普通に撮ったらね、いちいちマイク2本耳のところとか口元につけなくて済むんでね、今そうやって撮ってますけど、こうすればね、あの将来なんかバイクね、みんなでチューニングで行くときね、みんなねインターコムつけたらね、あの他の元プロがさんと同じようにね、会話をね録音できるんじゃないかって、そういろいろ調べてやってみてるんですけどね、ちゃんと聞こえてたらいいな、うん。お花見はどうなんですかね、関東地方はまだ大丈夫なのかな。昨日ね、うちの母親が手賀沼公園行って夜ライトアップされたね、お花を、桜を見てきたって言ってたけど、すごい綺麗だったよね。今週、うん、明日までぐらいなのかね、見頃、関東は。桜が散るとね、ちょっと悲しい気持ちになるよね。道端にさ、桜の花びらがすっごい落ちてた。中に T シャツにこのグリーンの下品な色したパーカー1枚で乗ってますけど、まあ、俺ちょっとデブだからあったかいのがね、人より体感温度がさ、まあ、全然、まあ、これも長時間走ったら寒いんだろうけどね。でね、僕1日からね、ちょっと連れと旅行行っちゃうんで、バイク乗れんのがね、今日だけなんですね。明日飛行機乗ってちょっとね、
3泊4日の予定で、ちょっと沖縄に行くんで、沖縄行く前にね、オイル買って、オイル交換して、モンキーちゃんね、取れなくなるんで、あ、モンキーじゃねえや、ニセザルね。このバイクはモンキーではありません。中古ピットバイクです。すいません。はい。で、生で走ってるとね、声かけられるとこれモンキーですかなんて言われててね、もうなんて言っていいんだか、モンキーじゃないんですよ。前はね、サイドカバーにね、ニセザルっていうね、カッティング作って貼ってて、これですってね、指差して言えばいいかなって思ってたけど、どうもね、取り付けがね、甘いっていうか、そのサイドカバーの方のね、精度が悪くて、グロメットにあまりが甘かったんだけど、いつの間にかね、どっかに飛んでいっちゃって、緑の人が見れば一発でこれ中華だなってね、わかりますもんね。あとね、よく声かけられるのがね、年配の人、え、何この小さいバイク、こんな小さいバイクあるんだって、よく聞かれます。特にね、女のおばあちゃんとかにね、コンビニとかで止めてたりね、この間はね、信号待ちしたら急に肩トントンってやられてね、おばあちゃんに、これ子供用のバイクじゃないのとかってね、聞かれたこともありまして、国産のモンキーだと今度あれでしょ、 125cc 出るんでしょね、なんか値段も高そうだけどさ、ちょっと車体も大きくなってるのかな、チラッとなんかね、 YouTube で見たかな、ヘッドライトが LED みたいになってて、あれ売れるのかね。ね、まあ売れんだろうな。どのぐらいのあれなんですかね、パフォーマンスがあるんですかね。え、なんかグルムと同じエンジンなのかな。あんま車体が大きすぎるとさ、モンキーって感じしなくなっちゃうような気もするしさ、ね、かといってやっぱこういうこんぐらいの50の規格の、ね、フレームとかに125乗せると安全上の問題があるのかね、強度上とかさ、発売されたらね、本当どんだけ売れるのか楽しみですね。もうちょっとで大コラボ作るな。あ、ちょっと調子込んだけど、やっぱちょっと寒いっすね、やっぱり。というかね、ほんと何買おうかな、ほんとあの Z400GP 欲しいよな。で、Z400J 白い方がね、多分足回り ZRX みたいなの入ってるのかな、でね、なかなかかっこいいんだけど、なんか俺の連れがね、フェックス嫌いとか言うからね、そう、テケジェか CBX って言われてるんだけど、 CBX もいいんだよね、でもやっぱ強烈に印象に残ってる Z400GP 乗りたいな。柏のライコランドですね。今日は休日だからバイク結構いるのかな。ピットバイクで入っていくの難しいんだけどな、なんかそこまで誰も見てないっていうねこともありますけど、カッコつけなんだからさ、俺バカだよね、なんか自意識過剰というか。
さいよね、人は。ヘルメット脱がないといけないんだな。かっこいいね、トライアンフ。いいな、シャレオツ。今日は撮影日だからいっぱいバイクあるね。これ ZRX かっこいいな。今オイル買い終わりました。副店長さんとちょっとお話しさせていただいてね、この間先輩と小林牧場お花見ツーリング行ってきました。いいですねって。オイル買ったんで帰ろう。交換してね、どんだけ鉄粉が出るか楽しみです。中華エンジンの楽しみの一つですね、その鉄粉の量っていうのが。とね、これオイルの温度計、油温計つけてからね、その前はマグネットドレーンつけてたんですよ。オイル交換するたんびにね、鉄粉のトゲトゲがね、尋常じゃないぐらい、針山のようについてたんだけど、これセンサー付きのドレーンに変えたら、ほらそういうの鉄粉とかさらわなくなっちゃうでしょ、くっつかなくなっちゃうから、心配っちゃ心配なんですけどね。ね、オイル抜いてね、ほんとどんぐらい鉄粉がつくか楽しみですよ。
に思い込むよね。これは俺に買えって言ってんだなみたいな何もかもがそう思えてきちゃって、こう何かしら思い悩んでる人はこう背中を押してほしいというかね、きっかけというかね、そういうのを求めているのかもしれません、知らず知らずのうちに。いや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 、ほんとね、毎日見てますよ、いろんな中古車情報とかね、バイクの、あと ZFGP を乗ってるであろう人のこと、あのブログとかね、いろんなパーツの相場調べてみたり、こういうことで考えてるとき一番楽しいのかもね。乗ったら乗ったでも楽しいんだろうけど、この買おうと思っている時、買った時、バイクが来るまでの間とかね、改造が好きな人はこういろいろパーツをね、これつけてあれつけてとか、頭の中とインターネットで想像を膨らまして